は、ハングルを構成する、死因事母の一つ。一番目の事母。名称は記憶、または記憶である。の小形ゴジタを南郊外に密着させて、閉鎖を作り、一旦、空気の流れを完全に塞いだ後、一気に解放することによって作り出される、南郊外破裂音の発音を表す。朝鮮語の破裂音には気温を伴うかそうでないか。 高頭緊張を伴うかそうでないかによって3、系統が存在する。この字母は、無きで、高頭緊張を伴わない、通常の破裂音を表しており、音素記号は、K、で表される。後頭の初声では、無声難航外破裂音、K で発音される。後中の母音の間、また後中の優勢シーンの後では、優勢難航外破裂音、G となる。修正は、 五末や無声シーンの前においては、内波音、K、イコール、K、で発音される。訓示、字、は、騎馬音であり、君字の初声と同じである。重ねて書くと、字の初声と同じである。訓民声音限界本、訓民声音初声体系では、全清の騎馬音に分類されている。訓民声音の清掃所では、騎馬音序訓のあざ発、発声と規定されており、 限界本では、上のように記述されている。アザ型は、訓民性音階霊政治会によると、下の根が喉を閉じる形、つまり、K を発音する時の下の形によるとされる。縦線が左に流れて、負のようになることがある。同じ、基盤に属する、はこれに比較を足すことで作られている。また、遺体の字として、字型としては、 高音のから出た基盤音不信侮辱のがある。記憶が、君もわざか以来の伝統的なものであり、記憶は、後に、他のハングル字母に合わせて作られたものである。欲が用いられたのは、うくという漢字音ないし一音節の固有語が、存在しないためである。初声の場合、文化観光部2000年式では常に g と表記される。マッキンライシャー式では、 無声音で発音されるものは K、有声音で発音されるものは G となる。修正の場合は、どちらの方式でも K と表記される。ありがとうございます。